こんにちは。こんにちは。おはようございます。さあ今日なんですけど、どう、はい、今日はちょっと地元を離れて、はい、最近もしもチップスでちょっとブームになってる、はい、釣りをしていこうかなと思います。お願いします。プライベートでちょっと釣り行くことがちょこちょこあるんで、そうね、それを動画にしていこうかなと。はい。で今日、まあ、普通に釣りするだけでもいいんですけど、はい、ダイソーさんからなんかいろんな釣りグッズがいっぱい出てるんですよ、うん、すごいよね、うん、まあ竿とリールはまあありきで、うん、そうね、仕掛けやもその他の仕掛けほぼ揃うもんね。そう、うん、だまあそういうのも使って、はい、ちょっとどんだけクオリティがいいのかなと、はい、ちょっと検証も兼ねて、はい、プラスなんか釣れたらその場で食べてみようかなと。いいねいいね。まあもう全部詰め込んでやってみようかなと。はい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 。え、じゃ あの調味料云々とか調理器具云々ももちろん持ってきたよ。やるじゃねえかよ。ね、もう純也料理長がいるから。あ、そうね、うん、もうコックですよ、コック。包丁とかもう100件だから。すごい、そこもそこも、そうそう、まあどんだけ切れるかわかんないけど、いいんじゃないですか。まあそれは釣らないと始まんないから。釣りたてってあんまり食ったことないよね、はい、そうだね。でしょ、あの釣りやってるのさ、一応だから血抜きしてとかそういうのはやってるけど、うん、持って帰ってから、ね、持って帰ってからだから、その場で調理、チュルンでしょ、チュルン、その場で調理。チュルン、生で生で行くやつだね。いや生で行けんのはチュルンだよ、新鮮さを、まあ、新鮮さ味わいたい、うん、じゃあ今日楽しんでみようってことでね。そうそうそう、ね、もう了解了解、まあ、楽しく釣りができればいいかなと。はい、はい、じゃあそんな感じで今日もはいやっていきたいと思います。はい、はい、レッツフィッシュ、フィッシュ。もしもチップス。はい、じゃあポイントの方ついたんで、これからやっていきたいと思います。はい、みんな念願の釣りだね、うん、で俺とてちゃん、はい、100均の竿とリール仕掛けサビキ、とりあえず最初サビキで、はい、カゴ釣り、はい、でケッキの方はマイザオで、まあ、そんな感じで仕掛け作ってやっていきたいと思います。はい、めっちゃ釣るわ。じゃあやっていきましょう。めっちゃ釣るわ。ベッじゃあ思うのやっていきましょう。サビキ用意できたんでいっちゃいます。まだ見えない。カゴに絡みそうだよ。まあ、それはオリジナルだから。そう。じゃあサビキ完成したんで、網姫。これ有能ですね、網姫。完全に。これ絶対釣れる。投げて、落としていきたいと思います。自分もね、仕掛け作れたんで行ってきます。いや、カゴちゃん、おもりとサビキのサビキのサビケッケヒット。イエーイ、第1号でーす。ちっちゃいね。なんでこれ、アジ？ちげえな、なんだこれ。しっかり食ってきました。ルアーはやっぱいいね。なんでこれ、味系だね。味系だよね、うん。ちょっと調べてみます。もしもチップス。
さ、撮る暇もなく。さっき言ったよね、俺。ちょっとそのまま置いといてくれればよかったのに。あげたら釣れちゃったぜ。いやどんぐらいだろう、これ。22センチぐらいかな。はい、逃がします。もしもチップス。ちょっとさばいていきます。もうマジ YouTube で見てさばき方し、プロみたいな。いいよ。キレイだ。100均だからな。100均のしかも使用済みだから。うん、普通にさばいていく。頭落とします。口動いた。完成。でーん。きた。もしもチップス。じゃあちょっと試してみて。手味見してみて。まあ釣った本人が、ね。いかないな、ちょっと、ね。そうそうそう。いただきます。特権ですよ。あ、臭くない。すげえコリコリ。マジ。ちょっと。全然臭くない。すげえコリコリ。箸あれしない。ただ醤油の味しかしない。あ、うまいじゃん。あ、うまいでしょ。わさび欲しい。ある。うまい。いや、てっちゃん食ってみ、これ。うまい。うん、まあね、これね、わさびをね、ちょっとつけて皿あんのにまな板の上にあれしちゃった。これで、てっちゃん、いや、マジ初めてなんだけど。え、釣ったやつ、あ、釣ったやつそのまで食うの。これ、ケッケってマグロでしょ。そう。うわ、すげえ。わ、すごい。いただきます。おいしい。うまいよね。醍醐味だよね。なんかね、食感が違うわ。弾力もあるし。うまい。おいで。いや、全然うまい。ちょ、見た目汚いけど。このマグロうまいわ。マグロじゃねえけど。一匹釣ってそれしか取れねえって、どんなマグロだよ。いや、マジ見た目汚いけど、マジうまい。おいしい。もう、とりあえず今日の目標達成だろ。もうちょっと頑張るから。まあ、頑張るけど。じゃあ、引き続き、はい、釣っていきましょう。はい。いや、これやりたかっただけだ。ちょっと。はい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 。はい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 。すごい。あ、サイズアップしたじゃん。12センチ。本当だ。これなんだろう。同じやつやろ。いや、違う。これルアーみたいな感じのやつ。平らの方がさ、まだ。いや、餌をさ、とりあえず。
羽がちょっと乾いたら動けるかも。確かに日が当たればさ、めっちゃ震えてる。お茶茶です。もうちょっと超過的にはね、ちょっと残念な超過だったんだけど、まあ2時間3時間、そうだね、3時間ぐらいあって残念な超過だった、そうね、まあ、初めて行くところだったからね、まあ途中ちょっとねハプニングがあって鳩救出大作戦が始まった。あの鳩かわいそうだった ね、まあでも最後ちょっと元気によく歩いてったから、羽が可愛いね。まあそれでね、今日はよしとしようということでそうだね、目的が変わっただけだからね。そうだね、次じゃなくなった、命作った、それだけ。リベンジしよう、またね、そうだね、次はリベンジだね、リベンジで、まあ、そういう感じで今日はこんな感じで、はい、じゃあ沖縄から中継でした、中継でした、お疲れでした。沖縄行った、沖縄もっと綺麗だろ。よくわからない魚釣ったんで食ってみようのコーナー。ちっちゃいな、ちょっと親指出してみて。じゃあ結局てっちゃんが釣った何だかよくわかんないやついただきます。はい、食えなくはない。どう、美味しい。カジノがうまい。さっきのやつのがうまい。さっきのがうまい。さっきのは何だったんだろう。マグロ、いや、アジの仲間だと思う。俺のそれ何ですよ、イサキ、イサキ、いや、わかんない。ボラボラ食わせたんか、お前が。チャンネル登録よろしくお願いします。